まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長、食うのは若い俺らに任せてくれりゃ。私らはまだ全然いける、心配いらないよ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御陣だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊の王国だったこの町を取ってこそその後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな、たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしてもこの偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。何がだ。だってそうでしょう。このままじゃやられっぱなしですよ。しかし、ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それ偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になってこの町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った、僕は春日君に同感だね。お前、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ損費も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。そう、俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って力貸してくれ。わかった。星野会長、俺からも改めてお願いします。
お知恵をお貸しください。ああ、分かったよ、まったく。ただご馳走するって言われてきたんだがな、すっかり乗せられちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね、目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまでは分かんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか。ならうちの暗殺部隊が。殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまで辞める気はないでしょう。勝つまで辞めないか。お、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。出なきゃ若の花は明かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間って言われても。まあ相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか。あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいでこの町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあいっそ星野会長が出馬ってのはどうです。なんだと。だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。いくら一身長でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世も末だ。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか。構わねえが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか。先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わない。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ。300万、俺に用意しろと。でかい喧嘩を売ろうって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだ。はあ、会長の言う通りだね。どうする春日君。おい、待てよ一番。なんだよ急に大阪に行くって。荒川のおやっさんには助けがいるんだ。
この俺の助けがな。ミツから連絡があったんだよ。今おやっさんも蒼天堀に向かってるとこだ。なんで大阪に？俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ。蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか。お前向こうで素性知れたらやべえだろ。よく考えろよ。でも助けがいるっておやっさんが言ってんだ。でそのおやっさんが大阪に向かってんだよ。だから俺も行くんだ。考える必要なんかねえ。足立さん、こうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ。分かってるよ。ったく。でも一番よ、偉人町の方はどうすんだ。もうすぐ選挙だぞ。お前が青木亮に喧嘩売るっていうから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ。分かってる。とりあえず供託金の300万は作れたよな。その金は俺がこれから清流会に預けに行くよ。金はできても問題は残ったままです。まだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんので。そいつは星野会長が何とかするって話だったろ。約束は守ってくれる人だ。こっちは金を用意して、あとは会長を信じようぜ。なるほど。では道中お気をつけて。ほらイケメン、勝手に見送ろうとしてんじゃないっての。本当に行くの？だったらみんなで行こうよ。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いや悪いが、蒼天堀行くのは俺だけだ。足立さんの言う通り、向こうは近江の本拠地、やべえ連中のど真ん中なんだからな。それにこれは俺の個人的な理由からだ。お前らを巻き込みたくねえ。そんなこと言うなよ。俺たち仲間だったはずだろ。仲間だから頼んでんだ。俺にもしものことがあったら、あとは頼むぜ。勝手なことばっか言いやがる。まあとにかくよ、せっかく貯めた300万きっちり星野会長に渡さねえとな。行ってくるぜ。